トゲヤマガメは、石ガメかオオヤマガメ属に分類されるカメ。オオヤマガメ属の模式種。インドネシア、シンガポール、タイ南部、フィリピン、マレーシア、ミャンマー南部模式標本の産地は、ペナント周辺最大高長22.5センチメートルとオオヤマガメ属最小種。廃校はやや扁平で、上から見ると幅広いタワラ型。 廃校の前お及び公園には浅い切れ込みが入る。高甲板は小型で、くさび型。C 看板は縦幅よりも横幅の方が長い。C 看板には筋状の盛り上がりがあるが、老齢個体では不明瞭になる。廃校の色彩は褐色で、キールやその周辺は単行褐色。喉甲板は突出せず、左右の喉甲板の間には切れ込みが入らない。 復興の色彩は、黄色や高褐色で放射状に黒や暗褐色の斑紋が入るが、老齢個体では不明瞭になることもある。頭部はやや小型。粉炭はわずかに突出する。光合面は狭く、突起や量がない。顎を覆う角質は、ノコギリ状に尖らない。頭部の色彩は、褐色や肺褐色、暗褐色で、鼓膜上部に黄色い斑点が入るが消失する個体も、 いる。指跡の間には、水かきがあまり発達しない。容体の背光は、上から見ると、ほぼ円形や五角形。円甲板の外縁は鋭く尖り、先端は一線や二線。また、黄色コーブや、あばら甲板、喉甲板前端にも棘状突起がある。種商名スピーノーザは、棘がある、棘の多いの意で、容体の形態に由来しは妙や英名と同義。 これらのトゲは外的に捕食されにくくするのに役立つと考えられている。肺高の色彩は淡褐色。成長に伴いトゲ状突起は消失し、肺高の色彩は暗くなる。オスは復興の中央部がへこむ。また、尾が太くて長く、尾をまっすぐに伸ばした状態では、総排出光全体が肺高の外側にある。メスは復興の中央部がへこまないか。 わずかに膨らむ。また、尾が細くて短く、尾をまっすぐに伸ばしても、総排質口の一部が肺鉱よりも内側にある。さらにメスの生態は、肺鉱後部と復興後部が骨の縫合から人体による結合に変わり、復興に可動性ができる。これにより大型の卵が産みやすくなると考えられている。標高900メートル以下の丘陵や低山地にある。 熱帯ウリニや熱帯モンスーン林を流れる、渓流、地表、湿原の周辺などに生息する。陸生、木の枝や落ち葉などの堆積物に潜って休む。植生は観察例や糞の内容ものから植物食と考えられている。繁殖形態は卵生。雨季に交尾を行い、寒気に卵を産むと考えられている。 飼育下では1回に1から3個の卵を産んだ例がある。卵は26摂氏30度の環境下において106日で孵化した例がある。生息地や中華人民共和国では食用とされることがある。開発や森林火災による生息地の破壊、食用やペット用の乱獲などにより生息数が減少している。2003年にワシントン条約付属書2に掲載された。 タイやミャンマーでは法的に保護の対象とされ、商業目的の輸出が禁止され、シンガポールやフィリピンでも輸出は厳しく制限されている。ペット用に飼育されることもあり、日本にも輸入されている。インドネシア産やマレーシア産の野生個体が流通する。生息数の減少やワシントン条約に掲載されたことにより、流通量は減少している。テラリウムで飼育される。 乾燥に弱く、床材に潜ることを好むため、腐葉土やヤシ角度などの湿度を保つことのできる床材を、甲羅がうずもれるほどの深さで敷く。神高の半分程度の水深で全身が疲れる、水容器を設置し、飲み水を行うだけでなく水中で排泄することも多いため水は、清潔な状態を保つようにする。熱帯に生息するため低温に弱いが、 高温にも弱く気温の高い環境では、不活発になったり餌食いが悪くなる個体が多い。室内飼育では、爬虫類用の紫外線を照射する蛍光灯は点灯した方がいいが、森林性のためか、強い光を放つ照明器具を嫌う傾向がある。餌として刻んだ野菜や果物などの植物質を主に与えるが、飼育下では、配合飼料に餌付く個体もいる。幼体は、 雑食傾向があるが、動物質が多い餌のみを与え続けると、発育異常を引き起こしたり突然死する可能性がある。ありがとうございます。